はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト5、続きやっていきたいと思います。今ですね、このね、一番後ろ、ゲレゲレがね、大人になって仲間入りました。このカボチ村のね、畑をね、荒らしてた怪物の正体だったんですけどね。まあ、主人公もね、ゲレゲレだということは知らなくてね、まあ、前金をもらって、退治したら、まあね、礼金全部もらえるということで、まあ、怪物を退治しに行こうとしたんですけどね、まあ、まさかのゲレゲレだったのでね、まあ、村の人からは、怪物をけしかけられたとかね、けしかけたとかね、そんなこと言われて、濡れ衣着せられてる状態ですけど、まあね、まあちょっとやるせないですけど、まあ仕方ないかなーってのもありますけどね、まあ誤解がいつか解けるんでしょうかみたいなね。で、かかし手に入れましたね、村にあった。だからまたモンスターとかね、仲間にしてね、いければいいかな。かしにすごいな。さまよう鎧とか欲しいんですけどね、ここら辺出てくるから。ビッグアイもね、仲間になるんですけどね。何か魔法使い入りましたね。さて、ここね。あ、夕方になっちゃったか。ここね、ちょっと入り組んでるんですけど、ようこそルラフェの町に。ルラフェ。宿泊まるか。全く何をしているの、ザーマショ何をしているザーマショだね。宿も満足に取れないなんて、泥臭いったら何ザーマスは。すいません、その、ほら、奥様は。だから部屋はその、もごもご。あ。ようこそ、旅の宿に。高いな。まあいいや。ちょっと、明るくしてから行こう。まだ取ってなかったのか、宿。この町に呪文の研究をしている老人がいると聞いてやってきました。今失われている古代の呪文をいろいろと復活させるつもりとか。古代の呪文ね。お、小さなメダル。探索は大事ですからね。この町は、まあ、迷路みたいになってるんですけど、こういう感じでね。まあ、全部回ろうかなと思うんですけど。酒場はまだやってねえみたいだな。早く飲みたいぜ。まあ、酒場にはあんまり用事ないけどね。お、福引券。いっぱい集めてやろうか、後でね、これね。はい、不思議な木の実。さて、今夜の酒の仕組みはこんなもんかな。仕込んだのね。ここもね、名産品あるんでね。ベネットじいさんの家からはいつも煙が出てね。いつか火事にならないかと心配で仕方ないよ。出ててねえだね。お、すごろく剣。うまいうまい。人間やっぱりうまいものを食べてるときは一番幸せだよな。ま、後の人生はおまけみたいなもんだよ。まあ、そんなこと言うなよ。しっかりと蓋がくりつけてある。なんとも言えない良い匂いが染みてくるようだ。壺を見ると古いラベルのものが貼ってある。酒、人、おま。しかしラベルの文字は擦り切れて読めなかった。あとでまたね、来ますんで、ここはね。伝説といえばお前さん、ルラフェの地酒の伝説を知ってるかね。いいえ。今から100年ほど前、生まれた名酒、人生の負けは、左にあるやつか。そのあまりのまずさに魔物さえも逃げ出したという。今じゃ下の酒場でも出しておらん。ええか、その酒を手に入れるなどとは決して思わんことじゃ。なんかあるんでしょうね。イブールの本と呼ばれる、光の教団の経典がある。アベラ手に取って読んでみた。約束その1。教団の教えに背く者は光の国へたどり着けないだろう。約束その2、大教祖イブールを信じる者は神に愛されるだろう。あとは同じような内容の繰り返しだった。ですね、まあその地酒の話もありますけど、あれまだですね。まあまだですねというのが、まあこのね、煙ありますよね。まずここに行くんですけど、全部話すか、とりあえず。うとうと、風が気持ちいいな。お城の結婚式というのをこの目で見たかったわ。お城の結婚式。きっと絵に描いたような美しい花嫁様だったんでしょうね。ラインハットの城で大層豪華な結婚式があったらしいですよ。なんでも結婚されたのは王様の兄上ヘンリー様とか。あ、もう結婚したの。早いね。
ですね、これはね、あんた旅の人かい？どうだい？旅は楽しいかい？はい。まあ、好きでやってるなら何も言うことはねえや。そうね、自分楽しむのが一番ですからね。あとは、とてかんとてかんと、いい防具ができそうだぜ。兄ちゃん、防具が欲しかったら夜店に来てくんなよ。夜に来なさいと。で、昼はね、これはね、あそこ戻ってここ行って、ああなるほど、あ裏だ裏だ、そうだこっちだ、あー迷うわまいた、道に迷ったようだ。この町はどうも道が複雑で困ったものだよ。この下だね。この下に行けばね、行けるんですけど、この宝じゃない、この武器はまず行きたかった。ノコギリ刀とかってる。大金槌、鋼剣、鋼剣とか、スネークソード。パパスの剣よりちょっと上がるけどね。まあ、防御屋もまた来てみましょう。ということで、ここ降りて、そうだ、こちら。求む、魔法研究助手、この角を南へ、南下ですね。まあ、ここに行って、井戸があります。にゃん、はい。まったく、ベネットじいさんにも困ったものだね、喋ってるし。じいさんの庭が気に入ってるのにゃ、煙くていられないにゃ。でもあんたに愚痴を聞いてもらって少しすっきりしたにゃ。俺にいいことを教えるにゃ。この世界のあちこちにはその地域の名産品と言われるものがあるにゃ。いろいろ旅をすればきっと手に入るにゃから、集めておくとよいにゃ。まあ、ここもね、地酒があるみたいなね、話は聞きましたけどね。とりあえずそれもそうなんだけど、ここね、行かないことにはまあ話なんだよ。なんじゃ、お前さんは。お前さんも煙たいと文句を言いに来たのかい？いいえ。するとわしの研究を見学に来たわけじゃな。なかなか関心のやつめ。もし研究が成功すれば古い呪文が一つ復活することになるじゃろう。それは知っている場所にあれば瞬く間に移動できるという大層便利な呪文なのじゃ。どうじゃ、この研究を手伝ってみたいと思わぬか？はい。もうやってくれるか、それでわしについてまいれ。ちょっとこの地図を見てくれぬか。今わしらがいるこの町はここじゃろ。左だね。ではこの辺りはルラムーン草というのが生えているらしいのじゃ。ちょっとそれを取ってきてもらえんかの。ただしルラムーン草は夜しか取れんそうじゃ。夜になるとその草はぼんやり光ると言われとる。どうじゃ、もう一遍言おうかの。いえ、よろしい。ではわしは寝て待つことにしようぞ家宝は寝て待てと。本当に寝たね。じゃあ泥棒してから行くね。魔法の聖水。本もなんか書いてるかな。壺も書く。おっと、ここね。隠してあるから。お、なんかあったね。薬草。薬草図鑑という書かれた本がある。薬草の種類や効き目など細かい説明が随理で記されている。はい。まあ、草マニアなんかな。まあ、熱中できるものがあるということですよね。よし、じゃあ行ってみましょう。行くときにも夜になるんじゃないかな。左側。あ、ここにもね、あ、ミステリーロール。これも仲間入ります。お金結構持ってるかな、これ。もしかしたら、入ればいいんだけどな。入んないかな。やっぱり刃のブーメランの方がいいかな、ちょっとは。刃のブーメランかな。というのはね、攻撃力下がるけどね、やっぱ全体なのはね、だんだん徐々にね、ターンごとに削ってくれるから、ね、あそこになんか洞窟見えるけどね、ここにもね、ちょっと出てくるモンスターいるんですよ、ね。お、リビングデッド。これは入りません。ちょっと会っておきたいのもいるんですけどね。お、出た。キラーパンサーも出てくる。パペットマン仲間入りますね。
スモールグルー入りません。キラーパンサーはこのね、ゲレゲレ1体だけでですね、入るのは。本来なら入るようなモンスターじゃないんでね、これね。お、入った入った入った。パペットマン。あ、どうしようかな。プリズニャン、ブラウンいらないか。はい、パペックが仲間に入った。パペットマン入りました。いいね。回復しとかないとね。まあ、顔的にね、こんな感じですね。パペットマンね。あとまだ出てくるんですけどね、ここ。パペットマンもそうだし。ちょっとね、危ないの出てくるんでね。まあ、ブーメランがいいってこういうことですよね。20になっちゃうかな。さて、夕方になってきたので、あったあった。はい、ルラムソテ入れた。で、夜になったら街のね、様子も変わってると言いますよね。夜は僕が亀の甲羅売ってますね。アプールが上がる、スラリンも上がる、鉄カブと鉄仮面。鉄仮面はいる。次行こう。あとは、まあ、スライムライト、マジックシールドもいるね。これ2つ買うかな。1個でいいか。鉄の盾。まあ、次んとこでも買えるから、お下がりでいいか。3000ぐらいはちょっと取っとこうかな。で、ルーラーをね、習得できるんですよ。ルーラムーン装ってことはね。その後にちょっとやること、ちょこちょこあるので。あ、夜ダメかな。なんと、ルーラムーン装を持ってきたぞと。これが、ルーラムーン装か。あっぱれあっぱれ。早速実験を再開することにしようぞ。よし。えい、話しかけるでない。よし、今じゃ、ここでルラムーソこれ、スーファミ版だとあの、イオラのグラフィックがずっと続いてるみたいなね。ふむ、おかしいの。わしの考えでは、今のでルーラという昔の呪文が蘇るはずなんじゃが、お前さん呪文が使えるようになっていないかちょっと試してくれんか。これこれどうした、使えるようになってる。ここ使っていいのかな。まあ、ルーラの横言いますけどね。天井に頭をぶつけないと。おお、やったやったぞ。煙突から出たんだな。次の呪文に挑戦することにしようぞということで、まあここに来たのは理由がありまして、他のとこもあるんですけど、いやあ、うまい。人間やっぱり風呂上がりの一杯が最高だな。まあ、あとの人生はおまけみたいなもんだよ。え、これがルラフィの地酒かって、バカ言っちゃいけないもん。僕があんなまずいもの飲むわけないだろ。あは、なんか隠してるよね。さて、今夜の酒に仕組みはこんなもんかな。え、ルラフィの地酒、そんなものありません。やだな。お、お前さんか。また別の呪文を覚えたくてやってきたのか。はい。しかし今度はなかなか手こずりそうじゃ。もしかしてわしの生きてるうちに成功せんかもしれんの。いえ。そうかい。まあゆっくりしていきなされ。実はお前さんが戻ったらルーラの復活のご褒美をあげようと思ってな。わしのとっときの一本を出しておいたのじゃ。あ、そうだね。さっきのあのマスターとかね、なんか地酒の話いっぱい聞きましたよね。あれを聞かないと確かもらえなかったような気する。これ、我がルラフェンに伝わる伝説の地酒、人生のおまけだぞい。ん、どうした、何やら複雑そうな顔をして。あ、さてはお前さんも町の練習に騙されておるじゃな。わははは。
この地酒はルアーゲンでしか取れない。それは貴重なもんなんじゃ。しかもとんでもなくうまい。じゃがこれができるには相当な時間が必要じゃし、今ではあまり残っておらんでな。もし旅人に知られて噂が周りに広まったりしたら大変じゃろ。みんな悪気はないんじゃよ。許しちゃってくれ。さあお前さん持っていきなされ。まあ人には言うなってことだね。まあ、口の軽い人は信用するなって話だね。よし、行きましょう。これ取って、名産に取ったでしょ。で、ルーラーが使えるようになったので、ラインハットでね、結婚式あげたって言ってましたよね。なので、ラインハットに行ってみましょう。ね。あなたは、兄からあなたのことをいろいろ聞きました。そして、せめて恩返しのと、部下たちに伝説の勇者のことを知らせていたのですが、かつて勇者の使った盾がサラボナという町にあるそうです。サラボナは西の国ルアフェンの南と聞きました。しかし旅立つ前に兄に会ってやってください。兄の部屋はこの上です。これね、先進もうとするとね、ラインハットにお戻りくださいって返事が来るんですよ。まあそれはいいんですけどね。ここはヘンリー様と奥様のお部屋。不要のものは、あなた様はさあどうかお通りください。まあ町の人の話よく聞いてるとね、次ここ来るんだろうなってわかりますからね。こいつは驚いた。アベルじゃないか。随分お前のことを探したんだぜ。うん、その結婚式に来てもらおうって思ってな。実は俺結婚したんだよ。うん、遠くの地まで、ね、噂は来てましたよ。アベル様、お久しぶりでございます。わははと、まあそういうわけなんだ。もしかするとマリアはお前の方を好きだったかもしれないけど。まああなたったら、アベル様にはこの先ふさわしい女性がきっと見つかりますわ。とにかくアベルに会えて本当によかった。結婚式には呼べなかったけど、せめて記念品を持っていってくれよ。昔の俺の部屋に覚えてるだろ。あそこの宝箱に入れてあるからな。ということで、宝箱に入れてあるということで、まあ、名産品ですね。この下、この下だね。そうだね。昔のヘンリーの部屋。騙された部屋だね。はい。しかし、宝箱の底に何やら文字が刻んでる。アベルはその文字を読んだ。アベル、お前に直接話すのは照れくさいからここに書き残しておく。お前の親父さんのことは今でも一日だって忘れたことはない。あの奴隷の日々に俺が生き残れたのは、いつかお前に借りを返さなくてはと、そのために頑張れたからだと思っている。伝説勇者を探すというお前の目的は俺の力などとても役に立ちそうにないものだが、この国を守り、人々を見守っていくことがやがてお前の助けになるんじゃないかと思う。アベル、お前はいつまでも俺の子分じゃなかった。友達だぜ、ヘンリー。そこはね、親友って書いてほしかった。クリリンが悟空に言うみたいな。親友。親友だからね、CU じゃないからね。よし。宝箱に結婚式の記念品だって入ってなかったって？わっはっは、お前は相変わらず騙されやすいやつだな。じゃあ今度こそ本当に渡すよ。この記念オルゴールだ。はい。記念オルゴールを受け取ったと。これね、またね、後でね、ちょっと一癖二癖あるんですけどね。まあ今はこれで。実は蓋のところに宝石を埋め込むはずだったんだけど、職人が見つからなくて。ともかくせっかく来たんだからゆっくりしていってくれよな。はい。アベル様の奥様になる人ってどんな人でしょう。アベル様の結婚式にはぜひ私たちも呼んでくださいましね。喜んで。アベルもいろいろと苦労してるみたいだな。しかしアベル、その苦労を共にする女性が欲しいとは思わないか。はい、喜んで。やっぱりな、お前もそろそろ年頃だしな。俺みたいに素敵なお嫁さんを早く見つけるんだぜ。まああなたったら、ぽっ。熱いこと。よし。これでルーラーが使えるようになったので、さっき言っちゃいましょうか。これでルーラー、ルーラーフェン。まあ、名産品は取ったよね。で、オルゴールも取ったので、まあ、どっちみちこの南に行くんですけど、おお通行の一撃はね、一撃で落ちる可能性がやっぱりあるので。意識なくしたって。
修道院でお預かりしていたお嬢さんを家までお送りしてきたところ、もっと早く失礼つもりだったんだけど、あまりのおもてなしになかなか帰れませんでしたわ。正直なところ、彼女の人にはシスターとして修道院に残ってほしかったんだけど、そろそろ素敵な男性を探して、彼女と結婚させたいというのがお父上のお考えらしいですね。まあ、よく聞く、お嬢様ってやつかな。サラボナの町のフローラさんが6年ぶりに修道院から帰ってきたそうじゃ。フローラさんね。ああ、それ、トントントンと。ここから南の洞窟を抜けて橋を渡ればサラボナの町だよ。サラボナの町にはね、まあ伝説の盾の話があるみたいなね、ことは聞きましたけどね。はい、メダル。ですね、ここも、これは、これか。はい。噂のノート。まあ、こんなのがあるとね。裏からね、確か、調べないと手に入らなかったような気するけど、あれは。あれも名産品です、ここの。あんたまさか噂を聞いてフローラさんと結婚したいなんて思ったんじゃないだろうね。誰かもわからないのよね。でもあれほどの娘さんだ。相手もされないと思うよ。いやー、そんなことないと思いますけどね。ね、あんたも女性はしとやかで素直な方がいいと思う？まあ、それもあるけど、まあ、それだけではないと思います。そうよね。本当の女らしさってそれだけじゃないもの。けど、デボラさんみたいなのはさすがにどうかと思うけど、またね、なんか出てきましたね。デボラさんね。まあね、デボラさんね。うん。はい。ということで、まあ、ここで記録ができますので、ここで終わりましょう。次回ね、サラボナという場所でね。まあ、花嫁の話がちらほら出てきて、このゲームのタイトルにもなんか天空の花嫁って書いてますけどね。まあどうなってしまうのでありましょうか。次回お楽しみに。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。